久保さん。今回、やれにしましょうか。やれと。うん。やりましょう。まあ、やれっていう、やりましょうとかやれとかは、まあ、一生言うと思いますけどね。なんで一生言うかっていうと、やれない人が、やりたいと思ってもやれない、やれてない、やらないっていう人が多いので、まあ、やればいいんじゃないかなというところで言います。だって、やりたいと思うんだったら、やればいいじゃん。すごくシンプルなんですけど、このシンプルな構造ができないですよね。 で、仮にやったとしても、今度続けられないし、続けることをやればいいし。<laughs> でも続けるっていうのは、まあ、今日やりました。次の日もやりました。次の日もやりました。まあ続く、まあそれが集合体となって、の、継続。なんか継続してるというか、日々終わらしてる、日々やってるだけなんです。で、それが振り返ったら続いてるっていうだけであって。久保さんも、えー、今日ライブをしました。 今日ライブもしました。今日ライブをしました。今日ライブをしました。え <laughs>、その積み上げがずっと続いてるっていう、ただそれだけなんですよね。うん。だから今日やればいいんですよ。明日も今日やればいいんですよ。その次の日も今日やればいいんですよ。だからやることはすごくシンプルで今日やるだけなんですよ。今日やるだけです。今日やるだけ。うん。だからそうすれば続けられると思うんですよね。だって続けるというか、 今日やれば続か、続く、それを今日やる、今日やる、今日やる、終わり。うん。まあ、久保さんとのやり取りも、今日やる、終わり。それ振り返ると、もう、億万長者合宿終わってからね、もう4年ぐらい経ってね。なんかずっと続いてますよね。でも、4年ぐらい続いてるけれども、早いですね、4年ってね。4年か、だいぶ早いですね。 でも続いてるけども、結局今日動画を撮って送ってるだけですからね。うん。だ今日やりましょう。うん。今日やればいいんです。今日から始めればいいんです。で、また明日も今日から始めればいいんです。で、また次の日も今日から始めればいいんです。<laughs> はい。常に基本。常に始めの一歩ですね。つ常に始めの一歩をしていると、なんか気がついたら10歩歩いてるし、気がついたら100歩歩いてるだろうし。 気がついたら千歩歩いてると思いますよ。そう。千里の道も一歩だけど、千里の道も一歩だけれども、千里の道は今日の一歩が千里につながるってことですね。いってらっしゃい。